佐々木克夫は日本のティンパニマリンバ、打楽器奏者、岡山県岡山市生まれ、現在はアメリカ在住。東京芸術大学在学中に日米教育委員会、フルブライト小学生として、ジュリアード音楽院に留学し、ティンパニをニューヨークフィルハーモニック首席ティンパニ奏者、ソウル・グッドマンに指示、平岡洋一に木金の指導を受けた。 ニューヨーク市でリサイタルを開催した。1966年から1967年にかけて、レオポルド・ストコフスキー式のアメリカ公共楽団に打楽器奏者として所属。1967年にズービンメータ式のイスラエルフィルハーモニー還元楽団に打楽器奏者として入団。1969年まで所属した。九百七十年に日本に帰国し、 日本フィルハーモニー交響楽団に所属。同時に、作用音楽大学の非常勤講師を務めた。1971年3月30日、上野文化会館ショーホールにて、ソロリサイタル。リサイタルの批評は、当時の朝日新聞、音楽の友参照。1972年に、リオデジャネーロ市のブラジル交響楽団から招聘され、首席ティンパニストとして所属。 翌1973年に、サンディエゴ公共楽団並びにサンディエゴオペラに移籍し、2006年までの33年間主席ティンパニ奏者を務める。この間、シロフォン、マリンバのソリストとして、サンディエゴ公共楽団とアラン・ホバネスの日本木版画による幻想曲、ポール・クレストンの小競争曲、アール・クルカのマリンバ競争曲や、JS バッハの 半弦楽組曲第2番を共演。また、シロフォンのソリストとして、ヨーロッパ、アメリカ、メキシコ及び日本各地でシロフォン演奏会を開催した。1975年、ホバネスの日本の基本画による幻想曲を演奏した際の写真。中央がホバネス、右が指揮者アンドレ・コステラネッツ。2007年にサンディエゴ交響楽団を退任。 以降は、名古屋や東京のマリンバアンサンブルの指導、指揮を行う。2009年に、マリンバ奏者で、楽譜執筆者である、野口道子とザ・マリンバ・デュオを結成。以降 CD 録音活動に力を注いでいる。ありがとうございます。